なので、このような感じでヘッドホンをお付けください。はい。今はつけなくても大丈夫。ワンバイクをエブリワン。えい、えい、えい。へい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 、始まったんだっけ、なんであ、FM ギノアは別にあの何言っても大丈夫だから大丈夫大丈夫、うちの特にうちの番組あの最近あのメインパーソナリティがあのラジオ局でできるありとあらゆるミスをやらかしたっていう出来事がいいかったメインパーソナリティが全部あのやらかすしそう、それを知り抜けされる人間だからすごい、でそれを局長が見て笑うっていうすごい、そういうラジオ局だ、自由だね、もう頭いかれてるあいつ最高だよなっつって笑ってだよ、よくないってちょっと言うのかな、はい、時刻は午後10時を回りました。お送りしているのは35ミリテープ SC というかな、中角立フォントジュースタジオ改め、さあ、あのゆうたさんがいないタイミングで、ゆうたぶろさんがいないタイミングでやる柊あかねによる女体のすすめでございます。さあ、なんと今回3回目になりますね。今回はなんとゲストもおります。ゆうたぶろさんお休みですかって本人が言ってるんだけどねムカつく今そしてあのネタバラシをするとあのタイトルが浮かばなかったから、なんと女体のすすめ3にしたっていうはい、言わないで、バラシを今めっちゃ頭の中で考えてて、なんなら今日ちょっと仕事中にもちょこっと考えてたけど、うん、マジで思いつかんから女体のすすめ男性第3回にする、男性第3回にするけど、あの本日、はい、そう、本日はなんとこの女体のすすめゲストがいらっしゃいまして、はい、さあ、そのゲストというのがなんと今をときめく、あ、これからまず待ってください、これから人気になるアイドルの原石という、原石というかもはやもうアイドルですね、アイドルが来てますね、はあ、どうします、アイドルですよ、アイドル、もうやばい、ドキドキする、超可愛くないです、アイドルが来てるんです、アイドルが、はあ、この田舎もんはもう本当にアイドルって言ったらキラキラっていう夢でしかない、でもな、見慣れてるんだよな毎週会ってんだよな、このアイドルはい、ってことで、あの、はい、僕場にあの、メンバー連れてきました、イエーイ、イエーイ、どうも、初めまして、僕マニアのアミゲです。アミちゃんと、あ、うたです。うたくんです、よろしくお願いします、イエーイ、うたくんバリバリ緊張してるどうしよう、はい、深呼吸吸って吐いて、ひーひーふーひーふーひーそれお産の時のじゃない好きであと深呼吸はね、吐くのから先にやるといいんだよ、へーみんないいこと学んだね、あの どうせこの子初ライブの時バカみたいに緊張してるだろうからだって今のさ、緊張で喋ってないじゃんどうしたらいいですか、なんか何喋ったらいい、正直言っていい、あのいつも聞いてくれてる方々は分かる、この番組はあの台本もなけりゃ何話すも決めてないっていうとりあえず前半の5分で今週1週間何があったかお話をしてそっからなんかあの音楽挟んでる間に何話すかっていう話をしてるから今週1週間仕事しかしてない気がする、仕事偉い、社会人の鏡だよ、社畜社畜、今週1週間だって、今週1週間何があった、あ、ごめん、全然今週1週間仕事してねえや今週1週間2連休だったわ、あ、いいね、やったぜ、ね、飯食いに行って、最近撮影した、友達と、おにゃの子と撮影した、うん、おにゃの子と撮影した、いいね、バリヤベイの撮った、いいな、バリヤベイ、あとでちょっと写真見せる、バリヤバイの撮ったんで、ちょっとお願いします、そう、それで、まあ俺も今週バリヤバイの撮ったからね、あ、そう、皆既月食、あの友達の前で皆既日食って言って、うん、笑われた、キャハハハ、分かってねー、うれしい、うれしい、ちなみに僕が大学生の頃、うん、皆さんが幼少期の頃、そう、金環日食というものがありました、ありましたね、小学校の時じゃないかな、あ、なんか見たかも、グラウンドで、そう、グラウンドでみんなこうやってから、こうやってから、うんうんうん、小学校の頃でした、日食はね、あのこう言って黒いやつ使ってじゃないと見れないじゃん、うん、あれね、裏技があるんだよ、道具何も持ってない時に手の格子作ったりとか、あとはこの穴作ってそれで光を通すとピンホール効果って言って、カメラと一緒で
光がですね、像が映るんですよ、地面に。なので金環日食の時にこうやって輪っか作ると下に輪っかの穴ができるっていう、そういう観測の仕方も実はあるんだよね。さあ何年後に役立つ機械だよそれは何年後に覚えてるかな、ちゃんと。まあ、てことで、アミちゃん何かあった、今週。今週はね、もう沖縄が大変なことになったおかげでどこにも出れず。そう、どこにも出れず寂しい1週間よ、お家でずっと引きこもり、引きこもりしてた。学校もオンラインだもんね。オンライン寂しい毎日で、本当にじゃあ練習の時と仕事の時しか、バイトの時しか出てないんだ。すごい生き生きしてる今、外に出れてシャバの空気だ、シャバだ。そんなシャバにいる歌くんは何やってた今週。シャバにいないですよ、俺もなんかもうアミさんと一緒でも全然引きこもって曲作って、だから俺ボクマニにしか会ってない本当に。あ、やばいね。うん、だから私が一番活発的じゃん、仕事しかしてないけど偉い、本当に偉いですね、社畜よ、社会人。いや、やだよ、働きたくない。いやでも楽しいよ、働くのって。そう、楽しいよ、楽しいからいいけど、環境が合うと楽しいよ。そう、環境が合うと楽しいよ、だから全然みんな社畜してこう、こないだ茜の職場のぞきに行ってさ、そう、びっくりした。そう、ちゃんと働いてて、もう偉いってなった、すごく。この子、定期的にあの冷やかしに来るって言って、あの絶対来ないからそうなの。いや、いつもタイミング合わないんですよね。そう、なんかね、日焼けをしに来るって言って合わなくて結局来ないから。じゃあいいよ、明日行くもん。じゃあ明日は遅番だよ。オッケー、来たいなら来いで、なわけでそういう今週1週間でした。1曲目挟みます。あみちゃんからだよね。はい、いいんですか、いいよ、コールして。では聞いてください、しきぴで。間違えた、イコールラブでしきぴ、どうぞ。さあ何の話するか。ごめんなさい、間違えた。大丈夫、これぐらいはミスにならん、これぐらいミスにならない。あ、本当ですか。うちのメインパーソナリティだって、あ、うん、あ、え、うん、あ、そう前、なんならこの番組であの30分豪華ヒックしてるから。ラビー、あなたへの愛を私はどうやって表現すればいいね。とりあえず指ハートだけして、こったくん隠しとくね。めでさん、やっこ見て見て、なんかめちゃめちゃ顔ごも、この顔もで可愛いよね。カップボーイさん、キャンノンさん、アカネチン、皆さんこんばんは。今日はゆたくんお休み、お仕事ですか。お仕事だよ、多分。で、武蔵さん、アカネちゃん、キャンノンさん、ゲストのアミちゃん、ウタ君、リスナーの皆さん、こんばん。キャメラの魔法をお疲れ様です。この本番キャメラ流行らそうって結局流行らせてないな。1週間で絶対忘れる。緊張したら、放送事故しましょう。あんたは何回も放送事故やってからにゃ、やだもう。で、シュプさん、こんばんは。チキンライスのチキン抜きです。それはライスだな。ケチャップライスか。じゃ今日はカメラの番組じゃなくてアイドルの番組ですか。そう、エマをときめく、キャピキャピアイドルが来てるの。笑いすぎて2人とも声出てないよ。皆既月食、そう、ラビと2人で皆既月食の時にドライブ行ってたんですよ。めちゃめちゃ来る、この子めちゃカメラでカシカシ。本番入りたい。どなた。あ、ナントさん。ナントさん、はじめまして。こんばんは。こんばんは。閉店の準備してる時に突撃。そう、ブルさん閉店準備してもう閉まってるのに、あのバー閉まってるのにコンコンってなってて、何ってことよ、それみたいな。ブルさんに、あ、サーフィン。あ、そう、あ、トモリさんだー。うわー、あ、トモリさんだー。あ、トモリさん、おしめくちってやるぞー。嬉しい。あ、この子がめちゃめちゃ心強くなってきた。あ、トモリさん見てる。反響待ってるよ。よっしゃ、頑張ろう。何すれば喋ります、俺ちゃんと。で、なんで始めたから始めると。なんで始めたから始め、まあ、2人とも理由知らないけど、なんで始めたから始めて、どうなっていきたいみたいな感じの話とか、どういうキャラでいきたいみたいな感じの話をしながら、まあ、そこから紆余曲折と、スポーツ用にプレスを使用したら乳首が爆抜けしますちょっとダメよ、今日はねアイドルの番組だから、アイドルの番組だから、ちょっと乳首とかNG なの、ちょっとそれ、ちょっとね、そのちょっとハレンチな用語はね、NG なの。木曜日の番組行きな、木曜日の芸人
この曲何時からでもいいですし、日暗くなったらこの曲下ネタどんだけ聴いても大丈夫っていうあれマジでよ俺マジで夕方5時のあの情報番組担当してた時に局長をゲストで入れて、その時に3月だったから卒業って特典まで振られたからね。お前卒業したいのあるんだよな何言ってんだこの人おーいさすがだよマスさん最高おーいさすがだよマスさん情報番組みんなに交通渋滞とかお伝えすんのそれで卒業しかもその時アシスタント女優最高さすがだわ。今日はバラドルの番組ね。バラドルってアイドルです。あ、そうだ、そもそもに忘れてた。担当した自己紹介させるか。あ、そっかあ、ちなみにですね、ラントさん、僕キャンじゃないですよ。この番組ではキャンノンですからね。キャンノンさんですよ。よろしくお願いします。キャンノンさんですよ。キャンノンです。イエー、yeah!深呼吸を一回挟む。はい、吐いて、吸って、吐いて、いい、いい。なんで吐くのが先がいいか。吐き切った方がいい。あなるほど。あのどうしても普段の呼吸って浅いから、あの古い空気が肺の中に入ったりするから、全部吐き出してそれを新たに入れる。へへボタンないからどうしてもしてきますね。へへボタンが欲しかった。なんかあれみたい、紺のブルマみたいな。あれか、私ちょっと好き紺のブルマ大喜利するときいつも思ってる。あ、そうなんですね。紺のブルマさんのあのゴリゴリのあの中国人の占い師のあれが好き。何占う？あ、いいよな、いいよな。あれ好き。いいよな。あれ好き。あれで腹が出るの。で、あの女の子とリア充にすげえ厳しいんだよ。そう。そう、わかんない。わかんない。わかる。見たことある。めっちゃ好きな、わかる。あのガンキャノンさんはあの一部の人には伝わらないですよ、韓国人。私もわからなかった。バラエティアイドルのね、バラドルなのか。あのガンキャノンっていうのはガンダムに出てくるあの大砲を積んでる。この子は戦車みたいな。そう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 。この子わかりますよ。ね。さっきちょっと話したからね、ガンダム好きそうだなと思ってね。でもそれウルトラマンも好きなんで。お、あ、ウルトラマン専門ですね。でも新ウルトラマン楽しみね。あ、めっちゃ楽しみですね。ちょっとやばい。ボタンチスタジオ。はい、時刻は午後10時12分を回りました。お送りしているのは35ミリ改め平木茜によるニョタイのすすめ3でございます。私もう一人の時は絶対ニョタイのすすめで行くから、もうそういう話しなくてもニョタイのすすめで行くから。はい、ということでね、あのメンバーを連れてきます今日のゲストは私の所属しているアイドルグループボクマニアのメンバーのアミゲとウタくんでございます。ということでアミちゃんから自己紹介いきましょうか。はい、ボクマニアの黄色担当アミゲです。好きなものは？好きなもの？好きなもの？アサヒスーパードライ。いいね。好きなものアサヒスーパードライ。スーパードライ。大好き。じゃあ何がいいかな、他は。何がいいかな。何？どういう、これぐらいでいいかな、好きなものだけでいいかな。で、な、それぐらいでいいか、他何もさっき何か言おうとしてたじゃん。え？何か言おうとしたっけ？あ、そう、元気いっぱい、力こぶし。みたいな感じで行こうと思ってるんだけど、どうかな。で元気いっぱいな感じって言われたからさ。あ、まあ元気いっぱいな感じ。そうそうそう、元気いっぱい力こぶしみたいな。まあ置いといて、はい、置いといて。次ははい、歌くんでございます。はい、はい、僕マニアの白担当の歌です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ド緊張してる。誰か私に振って、誰か私に振って。じゃあ、そちらの赤いマイクの前にお座りのそちらのお姉さんは？あ、僕マニア赤色と僕マニア赤色担当平木茜です。好きなものは酒、タバコ、女、以上です。本当に赤担当なんかい。本当に赤担当なんすよ。へえー、中堅レッド。
じゃあ俺の車の前で写真撮らんだ、ね、あ、最高だ。あのボコボコちゃんとか見えないところに、あ、一応右からちゃんと撮られる、うん、右からちゃんと撮って、そうそう、左側はちょっとダメ、そう、左側は NG だけど私と一緒であの左側シャカぶつけてるから、あ、そうだな、いや、うん、あそこは直してるんだけど、直したけど、あの先っちょだけちょっとまた擦っちゃって、あらー、お疲れ様です、ちょっとテープ貼ってる、お疲れ様です、お疲れ様です。ということで、うたくんの緊張が解けんな。どうしよう、あともりさん見てるんでしょ、あともりさん見てる、あともりさん見てるよ、あともりさーん、あかねし、しーって言われた、そう、うるさいって言われた、じゃあ、俺の車のことはし、じゃあちょっと後でちょっと、ね、キャンさんの車の前でイケメン撮ろうってことでね、メールが届いてますので、じゃあメールから読みましょうか、はい、あれなんかちょっと下ネタ、これ下ネタってた子、私がアウトになるな、バークチーチー、バークチーチー、あっこーにちゃん、あっこーにちゃん、タムロンくん、キャンノンくん、カメラ大好きリスナーの皆さん、こんばんは、タムロンくんは今日いません、肉丸 GT です、ヘイ DJかませ、イェイイェイイェイ、気分上々の、私これ声のキーが出ないので、気分上々えんでしょ、そこは肉丸だからうまい、これはうまいですね、はい、寒暖差、寒暖差と黄砂の影響でここ数日鼻炎でピエン、今日は午後からアジサイの穴場探しに行こうと思ったけど鼻水たたきで残念ってことで、月曜日に撮った花の画像と取り損ねた草津温泉の画像を送りつけちゃいます、ペン、よう、じゃあ写しちゃいます、バケモンでしょ、すごい綺麗、バケモンでしょ、すごい、意味がわかんない、この人毎回意味わかんないって言うよ、ずっと言うよ、あ、縦画になるんですね、そう、縦画じゃないと全部写らなかった、あは、じゃあ2枚目、これよね、うん、いいよね、なんかこのよっ、ここのボケ感よくない、この寺のボケ感よくない、次、おお、これ手前だね、もう、あ、でも後ろのボケのあれ、うん、あーで、左が微妙にこの前ボケがあるっていうのも、そう、オシャンティーやね、うん、えっちこれはえっちえってことで、お次、はい、あーあー、いい、あ、美しい、はあ、ここまで綺麗にボケるかね、はやなな、もうさ綺麗だな、色がいいね、ねえ、ピンクだよ、ピンク、今日の俺と一緒、真っピンク、でも色が違うよ、ちょっとだけ色が違うよ、まあ種類が違うねピンクって意外と多いよね、ピンクって意外と多いですよ、うん、意外と結構多い、リップとか見てめっちゃ悩んでくるから、さすがに今の花みたいなピンクは切れないな、リカちゃんだ、おお、うん、メンバーカラー、メンカラで見てしまう、さっきのがレミさんだね、これもいいね、大きい花、これアジサイじゃないですよね、花っすよね、普通に、うん、バラかなんかっすかね、バラかな、バラかっぽくないっすね、なんかこの花びらのこのこっちの向きがちょっとバラかっぽくないっすね、ね、ぽいね、ってこと、次、おお、草津温泉ですね、さっき言ったから草津温泉かな、いいね、温泉、メンバーでパジャマパーティーがしたい、パジャマパーティーいいね、メンバーでパジャマパーティーがしたいと私は常々に言ってるんですよ、うん、温泉行っちゃったらかわいそうじゃん、あ、そっかそっか、婚浴はさすがに、婚浴は NG じゃん、ちょっと鼻血吹いちゃうの、そう、婚浴行っちゃったらこの子鼻血ぶしちゃう見て、すごい、これなんすか、すごいすごいすごい、なんかこれ、このなんかめっちゃいっぱい滝が流れてるやつ、なにこれ、おー、あ、すごい、分からなかった、草津っすよね、多分源泉じゃん、あ、源泉垂れ流しってこうなるんだ、へー、だこの多分あの流してる過程で温度調整とかしない、あー、なるほどね、わー、あー、温泉行きたい、行きたい、肩こりがもうひどすぎて、あ、だからさっきこれっすよね、このここで冷やしてるってやつするんだけど、そう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 、あれよ、俺だって後森さんと男湯入るから、男水いらずの会話ができる、女の子こっちでキャキャキャフフフフしてるところでゴツみたいな面白そう、あ、いいな、面白そう、草津温泉は夫婦カップルのメッカよ、不倫カップルのメッカよ、マジで言ってる、やば、怖上からつっちゃう、怖いな、それはちょっと怖くてやめよう、ってことでちょっと舐めようね、横向き、やっぱ来てないな、あとだ、横向きに舐めてる、上まで映んないんです
すごい幻想的だね。ね、すごい幻想。この人ね、毎回なんかあ化け物みたいな写真送ってくるね。ね、色が鮮やか。そう。すごいですよね。シップさんみたいな写真をいつか撮りたいです。頑張ってください。師匠。師匠。師匠。私シップさんに撮ってもらいたいな、いつか。ね。早くコロナ落ち着いて沖縄来てほしいな。ね。死ねコロナ。草強いとこはおいで獣医の獣医やんな。そう。ってことでね、ちゃんと話をしていこう。まずね、なんでなんでアイドルやろうと思ったいやそれよね、ここの2人にまず聞きたい。なんでやろうと思った、うん、もう最初から話すと自分は長くなるんだけど、うん、端的に言うとプロデューサーに誘われて、うん、始めたみたいな感じが。ここの2人はプロデューサーに誘われた組なんだよな。なんかお前が必要だみたいに言われてそう、なんかうまく口車に乗せられたのすごいのよ。そこまでは言ってないけど。あ、本当に言い過ぎたかな。いやでも、ね、めっちゃ楽しいですよね。ね、よかったやって、本当にいい経験になった、うん、楽しい。私はこれをこう、あのおばさんのような目でこうやって今見てそんなのよかったねっていう顔で見てるから私はもうあれだから、メンバーに誘われただから。あ、そうだよね。そうだからね、なんかびっくりしたなんか普通にあのカルハンのみんな愛してよって中学生だからやらない愛してよってそう、これがこんなに大きくなってると思わなくてめっちゃびっくりした。カレンさんに誘われたんですか。誰あそうそう、はい、ってことで俺も誘われたいな誘われたい俺も誘われたいな。アイドルやるの。ごめん、昭和生まれにはきつかったユッティみたいになっちゃう。平成こっちにしとりよちっちゃいことは気にしない、いいそれ、若ちこ若ちこ。ダメだよ、本当にえ、じゃあね、待って、じゃあちょっと話しようかよ。あの、うん、どういう立ち回りキャラでいこうと思ってるのか。定まらないんだよね、それね。ちょっとどうなんだろうな。私はもうあれじゃん、あのメンバーのペットじゃんもう決まっちゃったから、メンバーのペット、メンバーの中堅、メンバーに立てつく人間、みんなぶちのめすぐらいの勢いでいこうとしてるからおいどいどプラスチックバットでペーンって。私はもうプラスチックバット優しい、そこは。え、違うよ、プロデューサーに言われたんだよプラスチックバットじゃないと頭ぶん殴れないでしょって言われたんだよ。頭スパーン行きたいでしょ、だったらプラスチックバットって言われたなるほどね。そう、リアルな話ですね。リアルな話だよね。あの人が言ってるって考えるとよりリアルだよねそう、だから一応メンバーのペット兼あの奇跡の女体愛好家という私の肩書き。奇跡の性別に女とついてるだけで全員 OK 無敵すぎる無敵すぎたわ。え、すごい、ここまでキャラ成り立ってるのすごいなって。違うよ、私が多分一番キャラが尖りすぎてるそうだな。いいよな、女の子ってそういうところが羨ましいよね。男が同じような発言したらさ、絶対キモって言われる。あー、確かに、うんね、俺が可愛い男の子っていいよねって言ったらやばいでしょ。あの、歌くんを生贄に差し出します可愛い男の子代表です。もうそういう目でしか見られなくなるからあのメンバーの中で一番、あのメンバーの中で一番アイドル、アイドルしい可愛い子です。そう、ね、一番なんか可愛らしい。そんなことない。そう、立ち振る舞い、なんか行動、言動、そんなことってことない。わかる。あ、待って、今自分の手出してみだ、ほら、燃え袖になってるさそういうところよ待って、ちょっと恥ずかしいんですけど、本当に可愛 い、もうちょっと照れそうぜ。もうちょっと照れさせようぜ。大丈夫大丈夫、可愛 いわ。もうちょっと照れさせようぜどっしり構えてきますから今日は俺男の子担当だから男の子担当って何。男の子でした。うん、男の子ですよね女の子でしたでもいいんじゃないか、歌はそういうなんか、そう、あざと、そう、かわいいみたいな。あのファンの女の人が手玉にかけてコロ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 できなさそうだな、うん、この子コロコロしないでおどおどしてるかわいいねって私みたいな人間が行くんでしょ。無意識にコロコロしてるタイプです。あそんなことないですって。なんかそれね、これがねこれがかわいいよねちょっともう俺もう黙っとこう黙らないで喋らない、喋ってほら見て、大きな声で話しましょうはいはい、こういうね、大きな声で話しましょう、大きな声で話しましょう。はい、オッケー、ちっちゃちっちゃかったわちっちゃいのよちっちゃかったわ
うん、あみちゃんどういうキャラで生きてるとかね、キャラがね全然定まってない感じが。あみちゃんでもなんかでも明るい子だよね。そう、なんかそう言われた明るい元気っ子みたいな。明るい元気な、あのうちと次元のベクトルが違うアホの子、うん、アホって初めて言われたけど、なんか天然なのかこれは。なんかちょっと天然っぽくない？なんかなんだろう、今言いたいことは分かる。言いたいことは分かるよね。なんか天然って言われると天然ってなるけどね、みたいな感じ。割としっかりして、なんか何まとめ役、そうしっかりしてるんだけど、そうまとめ役補佐みたいな感じでしっかりしてるしちゃんとしてるんだけど、なんだろう、ね、でも盛り上げ役ではあります。盛り上げ役だね。あ、本当に嬉しい、うん、めちゃめちゃ。だって前の自撮り選手権の時の動画のウェイザバーザバーはあれはもう盛り上げ役じゃないと出てこないよ。そう、あれセンスがあると思います。そう、本当に。そう、皆様あの先週じゃない、先月から今月か、うん、今月だ、今月にあの自撮り大会をやったんですよ。みんなの自撮りでいいねがついた人間にあの酒かタバコ、それかのそれに通ずるものをっていうのをやったんですけど、うん、そしたらあのこの子が圧倒的、あのアミちゃんが圧倒的優勝しまして、優勝しました。そう、その動画が動画でみんなでうーってやってる後ろでイエーイザマザマってことが言うっていう。そう、後ろでねみんなが泣いてたから、赤丸ワンカットンがって言った蹴飛ばしてやったぜ、蹴飛ばしてなんか語彙がね、そう語彙が面白いんだよね。素敵だよな、素敵だよ。おー、いいね。そう、語彙が面白いんだよな。やったね。みちゃんそういう感じで、なんかもうすがんす、でもこの子もそこそこキャラ立ってるよね。あ、ほんとに？うん、言って、うちのメンバーキャラ立ってない子いる？でもずっと思ってたんだけど、ここまでなんか個性的な6人が揃うことってあるんだって、うん、なかなかね、個性喧嘩してないですもんね。そうそうそう、みんな分かる、この個性がぶつかり合ってるんじゃなくて、みんな背中合わせに八方面向いてるから、そうちょっとすごいよね。そう、みんな 外向きでわーってやってるみたいな。ウェーって。そう、なんか十人十色の代名詞みたいな僕マニアがなんかすごい。本当に確かに十人十色の代名詞はすごいわかる。ほらブルさんが110くらいだけ、そう、あなた118くらい取ってなかったっけ。本当にそんなに来てた。やばかったよ、嬉しい、びっくりしたの。もうみんなのおかげだ。あれでもカレンさんと二人でまあアミちゃんが取るだろうね楽しそう。いやみんな可愛く、なんかさ、みんながその後にさ、これなんかボツにした写真みたいに出してたんだけど119だったわ。あ、本当にありがとうございます。皆さんみんな可愛すぎて、このボツの写真も本当にボツでいいのかって思うぐらい、うん、ね、みんな可愛くて、めっちゃ思った、眼福だったね。みんな可愛かった、みんな可愛かった、可愛かった何この三者三様のこれ。あ、個性といえば耳障りがいいけど悪が強いんだよなるほど、あの取っても取っても取りきれないからもうめっちゃ濃厚な豚骨ラーメンだから、食べ終わった翌日胃もたれするぐらいに濃厚だからそう酒とタバコ、味食うたね、そう、味食うた、一難中大好き、味食うた、いや味食うたアイドルだからうちら酒とタバコこよなく愛する庶民派アイドルすごいよね、それも運営側がさ、酒とタバコをめっちゃ出してくる、いいよ、珍しい珍しい、なんならアミちゃんにも吸わせようとしてたもんね。そう、本当に悪い大人だやだ、絶対吸ってない、そう、やめれなくなるから、吸ってない子たちは吸わせないよ、私がそう、ね、だからみんなこんな感じでね、すごいなんか、うん、個性が強いグループなんですよ、本当に個性しかないグループなんですよ、やばいよマジで。赤西は後々俺が教育してね、パイプタバコさせるからね。おー、わー、かっこいい、ん？パイプちょっと怖いちょっとあの手巻きから始めたい。ハマキがいい、ハマキ一個プレゼントしようか。おー、すげー、プッカプッカプッカ、うん、多分できるけど、私キャラさんの見てきてるから多分できるけど、うん、ちょっとまだハマキは赤丸でいいかな赤丸がいいっす、赤丸がいいっす、オッケー、赤丸のソフトがいいです赤丸のソフトがいい、ボックスもいいけどソフトがいい。あ、ぶっこんでる人がいるよ、あかねし。え、あかねが一番年上だろ。違うよ、一番上はあの、あれだから、あのあれ、あの、一番上年齢非公開だからそれよりも、あのブルミーのもう一つのコメントが、ん、なんだ、あ、違うか、ん、今、上の方、そうだ、26くらいだっけ、待って、あ、そういうこと、うん、そうそうそう、待って、二十歳、今年21
のここのラジオでやったでしょ爆誕会21とあの26って結構の差よねだいぶ5歳違うよ5歳違う生まれたての子がゼロだとして5歳って幼稚園行けてるからね、うん、5歳って俺とオイル君の差ぐらいだからねあ結構ある結構あった結構あるそうっていうな感じでねなんか個性の強いグループなんですよ本当に個性しかないグループなんですよね、うん、練習とか楽しいもんねめっちゃ楽しいですねかわいいさあ2曲目いくかもう行く行っちゃういけるオッケーはーいすずもくさんでライトゲージですブルさんいいねセンスが光ってるねそうだよ豚くんはいいよいいかぶるよあーそういつも弾き語りでやってるやつ夏休み的な落ち着いた子はいないんだなギリリカちゃんができるかなあ、うんうんうんリカちゃんはまだこんなボコミュに尖ってはいない俺も別に落ち着いてますよえなんか落ち着いてるっていうか性格はおっとりしてるんだけど、うん、なんか行動が慌ただしいよね落ち着いてはない行動が慌ただしいすげえわかるわあたふたしてるわちゃわちゃしてますね確かになんかそうあの内ブラブラドールレトリーバーのそれだシワはあーそんな感じそんな感じだからあの犬2号って言ってもいい犬に例えるんか俺なんかあみちゃん猫って感じあ本当にキャンさんも猫って感じ確かに犬より猫っぽい猫感うたくんね染め持っといてこれから花開く子だから笑い見えてるよ笑い見えてるってところも可愛いよあ可愛いようるさいうるさいこれはアカネ氏が喜びそうな何やあ、今思った私の撮影のやつ出してないやうん俺の写真もまだ出してないあ、そうだよそれの話もいっちゃうんでしょ一昨日は皆勤食で月取りにドライブ行ったいいな赤い月が見れるとかかけた月が見れたらね月を見るのも好きですけどもともと私の候補だっけよあれだよルルバ女の子とドライブしたいへぇでもあんまり車使いたくないあれガソリン代が高い今やばいよやばくないですリッターえ、うん、なんでちなみに俺廃屋だからねバカにならないやば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 い大変しかもリッター俺車が7ぐらいしましたからさすがだわあの車週に1回満タン入れるのに3000円以上かかるな今回満タン入れるのに3000円かかってますよやばいやばい満タンだけどうけ3500円いったかな1週間で3000円無平等じゃあでもそれが普段の時だからかっこいい感じで撮ってみたいな多分4000円分かっこいいもいけるよこれうん分かんないこのかっこいいもいけるよいけるんですかえ、いけるいけるじゃあいえいえでも可愛いの方が似合うよギター持ったらさあそうかっこいいギター持ったらかっこよくなるから、うん、でもあれだからメンツの中であメンバーの中で一番イケメンはうちだから間違いない。それは否定しません。誰も。あ、カップボーイさん正解。ツインロータリーなんですよ。僕の車。何ですかそれ？エンジン。ああ。どの曲とかする？うんうんうん。その最後に。私メンバーであれやりたいなんかメンバーでこれからいろいろって言ったら私服ライブとかなんかコンセプト決めてライブやりてるあー私服ライブいいですね私服ライブやるとめっちゃ死にそうだけどね着ぐるみでやりたいんだよね死にそうじゃないめっちゃ死ぬのそう死ぬのアミさんのそういうところがねいいんですよねそうなんか何だろうそういうところえヒロトさんもねこんな人リスペクトだなヒロト今またここライト直せ直せおやりかなみんな満タン3800円とかって言ってるけど俺多分空から満タン入れたら8000円ぐらい怖い怖い怖い一瞬股抜きさんに見えるの歌くんそうちょっと若干
この髪のこの返しの感じ。ああ、ここここが。そうそうそう。ああ、あの綿貫さんの人がいるの。あの女優さん、はい。女優さんがいるの。確かにここここが似てる。あかねちゃんとも仲のいい女優さん。へえ。まあ月曜日に番組やったからね。そう、行きたかったなお前。バカになった、はい、めっちゃ演技すごいね。カーナ似てる、言われたら新しい銃を手に入れたからカーナに早くサバゲイクを置くよ。落ち着かないといけない、コロナくたばれ。赤根市もサバゲ行く？行きたい、時間が合うなら。ね、いい、うちの衣装は長袖長ズボンだから、どこに傷を取ってボコボコになっても別に大丈夫はい、じゃあ CM 開けまーす。35NAPFC Yo, what's up? I'm from the city. You know the thing that I was talking you about.時刻は10時半を回りました。お送りしているのは平木あかねによる女体化のすすめ3でございます。ってことでね、あの女体化のすすめ3って言ってたんだけど、あの結構あの皆既日食の写真が来てるので、一応ちゃんと35ミリもやりますってことで。そうですね。あ、じゃあ後でいいです。入ってない、入ってない。あのこの後にちょっとメッセージ来てるので、それも紹介させてもらう。メッセージ、はいはい、はい、あ、ちょっとメールの前にやっぱ、うん、一回挟もうね、うん、ちょっとかわいそうだから。うん、誰がなんとなく分かった。はい、さい、キャンさん、赤江さん、ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、今日はお仕事でお休みします。今日で、5月最後の放送となり、3人で1年目を、締める放送としたかったんですが、すいませんと。1年なるんだ。そう、1年なるんだ。だから次の放送は2年目ですよ。やばー、ウケる。来週。初めて知った。そう、そうなんだよ。全然そんなの考えてなかった。でね、うん、さて26日は皆既月食とヤンバルに息抜き行ってきましたということで、いい、1枚目月 食、2枚目と3枚目はひまわり畑、うん、で4枚目が、末吉、花園。末吉花園、はい、アジサイはほとんど枯れてました。アジサイ行きたかったな。それでは放送よろしくお願いします、ゆうたむろんよりということでメッセージ来てるので、それもちょっと紹介したいんですけど、ちょっと待ってくださいね。名護の方にさ、アジサイ園があろう。一回繋ぎ直します。名護の方にアジサイ園があるわけ。まあ一回だけ行ったことがあるんだけどさ、バサドサブリで外出れんかった。これ見て、これ無理だなってことで出なかったんだよ。行ける、はい、ちょっと見てみましょうね。これで多分行けてると思う。はっ、てれん、1枚目。おお、綺麗。お、すげえ。いいカメラ使ってるよね。いいカメラ使ってんな。羨ましい。俺もこんな風に撮りたかった。さすが機材。いやー、寄ったらね、他の星も綺麗に。ほんとだ、すっごっ。あ、皆既月食ってこうなるんだね。そうそうそう、全然知らなかったわ。まあでもね、肉眼で見てもちゃんと綺麗に見えるけど、うん、肉眼より明るく映ってる。うん、じゃあ2枚目いきます。あれ、なんか可愛い子が見えるよ。ちょっと、ね、ちょっとダー拡大してみなさい。だ、はい、あやな、なんか可愛い子が見えるよ。だ、ちょっとそれ下げてみなさい。はい、あー、いいね、これはいいぞ。どうですか、女性が好きな茜さん。いいですね、いいですね。いいですか、じゃあ3枚目いきます。竹がいい、ワンピースの竹がいい。やっぱね、ちょっとあの竹だ。うおー、いいな、すごい。なにこれ、ひまわり園って。すごいね、どこだろう。ね、ね、おいで、ね、拡大しておこう。はぁ、あ、拡大してみる。そう、すごい、なにこれ、ひまわりいっぱい。すごい、すごっ、はぁ、あ、はぁ、あ、はい、じゃあ4枚目。4枚目、あぁ、いいな、すごい、いいね。いけるよ、今度行こうぜ。うん、私の仕事が。すごい、すごい、これ、いやー、綺麗。いいカメラ使ってんね。羨ましい。いいカメラ使
私もいいカメラが欲しい。買うしかない。え、知ってます？あの分割すれば実質タダで買えるんですよ。いや、タダではないよね。え、タダではないよね。借金っていう、あの利息もいっぱいつくよね。え、うん、ちゃんと考えた方がいいよ。あの20代でリボ払いを経験したことある人間だから、ね、あー、辛い、きてきてきて、返すのに時間かかったよ。そりゃあ、そりゃあ、うん、ちゃんと返したよ。分割はちゃんと分割でしなきゃ。リボはダメ。分割も似てるよ。まあ、まあ、まあ、それを言われちゃおしめえな。昭和生まれのお兄さんから少しね、一言言っ気をつけるなよ。はい、気をつけた方がいいよ。みんな気をつけるなよ。よくないよ。そう、教訓大事、本当に大事。あ、じゃあゆうたむろんの写真があったんで、ちょっとついでに僕の撮った皆既月食の写真も紹介したいなと思うんですけど。レッツ。ほ。いいな、こういうなんかギリギリ線だけかかってるのも結構好きよ私。これね、あのちょうど始まったぐらいの時で、あ、結構ね、あの調整しないと映らなかったんで。でも確かにね、徐々に赤く丸くなっていく、かけた後全然見えなかったんだけど。だからこう、まあ時系列追っていくとだんだん、いいことだ、だんだん見えてきてる。すごい、うわ、ほんとだ。あ、これちょっと赤くなってきてますね、だんだん。そうそうそう、あー、いいっすね、綺麗。で、これちょっと電線かぶってる写真。あ、え、電線？そうそうそう、実はこのスタジオから撮影したんです。あ、ほんとだ、ちょっとだけ電線かぶってる。で、なんかちょっと電柱が写ってる写真と、よきみざわやん、うん、よきみざわじゃないです。で、さすがっすね。まあ一番お気に入りはですね、どれだ、どれだ、最、あ、まあ、これもこれも結構綺麗、写りいいんだけど、うん、お気に入りはですね、これです。これでしょう、この赤いの。そう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 、この赤い点がね、ちょうど飛行機が飛んでて、ナイスタイミング。そう、飛行機と一緒に写せたっていう。めっちゃナイスタイミングじゃないですか。はい。ただね、僕のカメラやっぱ古いカメラなんで、暗くしか写らなくて、これが限界でした。ああ。多分ユータムロンと同じようなカメラ使えば、もう少し明るく写ったと思うんだけど。うん。まあやっぱりね。まあ。いいカメラ使いたいなって思った瞬間でした。あの赤森さんからマップカメラの36回無金利ローンは実質タダだからって来てますよ。ただではないかな。はい、36回今ローンしたらな、FM 技能で頑張って勤めないといけないしね。36ヶ月ね。36ヶ月って言ったらその間に辞めるんかいみたいな。そう、やめて、泣いちゃうよ。泣くよ。え、いいの俺が泣くよ、私が。まあ、わかんないさね、どうなるかね。ダメよ。いや、なだもう。はい、ということで、ありがとうございます。あの、ラビからも来てるので、はい、こんばんは、ラビットです。好き。おとといは皆既月食で月取りにドライブに行ったのですが、私が連れてった赤い月が見れず、ちょっとちょっとショックでしたが、欠けた月が見れたので大満足しております。月を見るのも好きですが、もともと星の方が好きなので、もし流星群とかあればそれも挑戦してみたいななんて思ってます。ラビ、ちょっと那覇の方にさ、めちゃめちゃ星が綺麗に見えるとこ見つけたからさ、今度一緒にデート行こう、デート行こうね。話は変わりますが、以前撮影しに行った時に、行った際に海とアジサイを見に行ったので、その写真、その時の写真も送りますってことで。この子ね、センスが出てきてるんだよ。ラビね、センスが出てきてるんだよ。ねえ、いいね。はあ。この子にカメラ買わせてよかった。お次。綺麗。後ろのボケ感が非常に良き。これ一個だけに縛るっていうのがいいね。ユータムロン多分きっと今 目線を外してるかもしれないけど。あれ？よくない？いいね。よかない？色合いがすごい、うん、よかない？これそう、色合い淡いのがいいっすね、うん、いいいいいい。ってことでお次、3枚目のあの淡い色の中に白いドレスとかすごい映えるよね。あ、新郎新婦真ん中に置きたいやつ。最高、最高以外出てくる言葉がない。で、4枚目のこれはあれでしょ、足元だけ映ってればもう100点満点です。あー、あー、いいなー。足跡だけ残してちょっと消えてるやつとかね。あー、エッチ
とか、あとちょっとあの足がちょっと見切れてる感じで映ってたらハレンチで、しかも2人分っていう、はぁーハレンチで、あの足がちょっと映ってるのは1人だけっていう、なんだそのハレンチは。はい、そういう写真を撮りたい。最高最高、妄想のお時間でした。ゆうたむろさんが北村も金利なしって言ってるよ。いやねみんなカメラかわしに行こうとする。あ、そうじゃ、海ついでに、じゃ私の、うん、最近先週かな、撮りに行った写真のデータが来たんで、さっきキャンさんに送ったやつ、うんうんうん、あれもついでにみんな見て、ちょっと待ってよ、よかったから見て、あれ見せたやつ、うん、海の中ぶち込まれたやつ。じゃあ今行きます。おい、やばないこれ、ちょっと私キャンさんに送ったデータこっちで見せるわ、うん、やばないこれ、自分でびっくりしたんだけど、体張ってる、いいね、ほらやばくない、うん、すごい、めっちゃ透けるんじゃないこれ、白だから、めっちゃ透けた。あ、透け、シャツがもともと透けやすい素材だったから、ね、その中からワンピース着たの、夜町に海ぶち込まれた時のワンピース着て、うんうんうん、やったからよかった。そう、僕もついてたんですけど、この子どうこうさ、肩のラインとか出てるのやっぱりね、ちょっと色っぽくていいと思います、うんうん、エッチでいいと思います。はい、じゃあ2枚目、これ大好きなんだよ、これいいよね、これ大好き、これ好きよ、表情がいいですね、うん、この子同行させたんですよ、この撮影の時に。おお、ついていきました。撮影の雰囲気どうでした？もうめちゃめちゃなんか、あかねさんがもうなんか普段こんなじゃないですか、うん、うんうん、パッパラパーですよね否定しない、顔まで隠してるしすごい何も見えない。このなんか撮影始まるじゃないですか、もうなんか、うん、もう空気感が本当になんかバッて変わってっていうか、なんか本当になんか演者なんだなっていう。いや本当にね、すごいよね、すごかったです。いろいろ表現できる子だもんね。やめてくれ、もうその場の空気感がもう一気になんか、うん、なんか近寄っちゃいけないみたいな、うん、結界みたいな感じになってすごかったです。本当に褒められてるよ、あかねし超かっこよかったです褒められ慣れてない。じゃあ3枚目、はい3枚目、これすごい、これ色っぽい、素晴らしい、これエッチよね、素晴らしい、これエッチじゃない、うんこう砂浜にゴローンってしてるのすっごい後ろから見てたから、そう俺こういう写真撮るんだったら上またいでるよ絶対。あ、またいでる、またがれた、またがれた、またがれた、こうやって撮る、そうそうそう、こうやって撮られたまんまそれ、まんまその体勢ね、全然何も思う方が別にいいけど、いい、よっしゃ屈服させたぜっていう、一回消えたな、もう一回ちょっと、あ、いけた、あ、これいいよね、これ素晴らしい、これこんな写真撮りたい、撮ろう、撮りたい、撮り行こう、お、じゃあ4枚目、4枚目がね、エッチエッチなの、これいい、エッチなの、エッチじゃない、いいいい、これはいい、エッチだ、良き、これはやばない、うーん、やばな い, い, いこれやばいよね、あかねちゃんの声で映像画像が入ってこないこれはね、エッチなんだよどうもエッチだまんです。自分の写真だからこそちょっと照れ隠しにエッチだって言っときます。いやいいですよ、これはね、うん、カメラマンさんがバケモンだから、カメラマンの方がすごかった、構図がすごい、そういいよね、うん、カメラマンさんがバケモンなの、うん、だから撮れたやつ素晴らしいです、イエーイっていう感じでした。私僕もこういう写真を撮りたい、撮り行こう、これ海中道路っすよね、場所見たらそうだなと思って、そうこれ海中道路だったんで全然撮り、あと天気とかが変わったらまたね写真の雰囲気も変わるからね、びっくりするぐらいこの日天気なんか良かったよね、うーん、そうカメラマンさんと3人で今日天気いい天気だねって話してた、うんうんうん、あんまいい感じに曇りすぎてるわけでもなく晴れすぎてるわけでもなく本当にいいぐらいだったよ。アミちゃんは被写体やらないの？写真撮られるのすっごい苦手で、
え、でもアイドルやり始めたらちょっと依頼来るかもしれない、なんかもう成人式の前撮りあるじゃない、あれの時にもなんかじゃあ口閉じてこっち向いてみたいに言われてもニヤってしちゃって笑わないでみたいな、ちょっと怒られた私あれだったから、成人式の写真、前撮りの写真がもうやばすぎて、もう本当にゴミすぎてその後に成人式本番に知り合いのカメラマンさんに撮ってもらった写真の方がいいっていう、あの面白い話になってた、絶対そっちの方がいいと思って。うたくん被写体やらないの？やってみたい。そう、最近この子やってみたいって言うからさ、そう、今聞いてるカメラマンさんの方々、声を大にしてるこの子やりたいって言ってるから撮って、私にちょうだいデータ。撮りたーい。撮って。あー、やった。撮って。撮りたーい。データちょうだい、私が楽しむ怖い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 って言われた。怖い。俺昨日も撮影会やってて、ちょっと実は。マジですか？何ドレス？デコボコのりょうとくん。あー、ツイッター上がってたの見た？あー、見た、服のやつ。そうそうそう、あれキャンさんだったんだ。あれ俺が撮ってるいつ。あー、そうだったんですね。だから FM 機の周辺で大体撮られて。あー、なるほど、だからだったんですね、うん、昨日はだから階段と地下を初めて使ってみたんだけど、まあアウトローな感じでてよかったね。あれやっぱりりょうとくんはああいう雰囲気ある。りょうとさん、なんで先ほどのキャンさんの言葉を借りて言うんですが、りょうとさんなんだポッパラパーなのに雰囲気出るときすごい雰囲気出るからすごいなって思う、いややっぱね、被写体っていうのはそういうところですか、ね、あー確かにそれはある、それはありきり、そうだよ。で、あかねし、実はですね、もう一通メールが来てるんです。なんだって？ぜひそれをちょっと紹介していただきたい。どなたから？本当だ。あらま、ブルサンヤン、やったぜ。やったー！ということで、あかねし、キャノンさん、ゲストの歌くん、みげさん、こんばんは。おー、どうもブルミ、こんばんは。おー、どうもブルミーです。今日はなんか気分がいいので、久しぶりに仕送りをってことで、とりゃー、なんか投げられてきた。なにこれ？ほ、じゃあ、あ、すごい。これどこ？ねえ、わらび？わかんない。子供の国かな？子供の国こんなとこあるの？マングース？マングース？マングースではない。マングースではなくない？マングースもっと細いよ。これ、かわいい。でも、ねえ、ねえ、送ってくるたんびになんかセンス上がってない？ねえ。次、送ってくるたんびセンス上がってない？いいなぁ、この木漏れ日の中の写真とかっていいよね、俺も好き。次、はい、じゃあ3枚目。はぁ、いいね。くすみがエッチだ、色味がとってもいい。くすみがくすんでるエッチだ、あー好き、やばっ。そう、このブルーさんやっぱお花撮ったらすごい。ネオパーク沖縄か。次5枚目。はい、これは待って、これはこれは多分背中だと思う。背中じゃない、背中、絶対背中、これは絶対背中、これは背中島、これは絶対背中島の尻設計。間違えたら私は笑う。多分当たってると思う。でもう1枚あるかな。もう1枚が、あ、すごい、ほらほら、これ背中じゃん、これ背中じゃん、ほら当たりだ。これいいな。いいよね。これ前見せてもらったんだけど、すっごい綺麗。後ろのこの玉ぼけ、あれの玉ぼけが最高に最高に最高。ってかまあ、良さが、猫ペアじゃないか。目に入れても痛くない。見えないって言われた。猫ペアではないか。すごい可愛い、ね。猫ペアではないか。可愛い。かわいい。正解、よっしゃ。うまいの？すごい。ん？あ、こっちか。こっちか。こっちだった、忘れてた。この猫のモノマネめっちゃ上手なんだ。ってことで、あと残り時間も3分となってまいりました。告知するか。あ、そうだそうだよ。今日はゆうとさんがいないのをいいことに、ゆうとさんがいないのをいいことに告知するためだけに呼んだからね。そうだよ、ちゃんと大事なことは最後までやろう。そうだよ、大事告知。ってことでね、6月の13日だよな。はい、はい、はい、何があるの？6月の13日何があるんですか、お二方。なんとボックマニアの初ライブがあります。そうなんですか、初ライブだったんですね。
初ライブなんですよ。初ライブだったんですね。どこでやるんですか。これは、うたくん教えて。俺が、うん、那覇のサイバーボックスっていうライブハウスで。あ、そうなんですね、はい、何時からやるんですか。これはですね、これはですねこれはアビちゃん、これはアビちゃんとですね、チケット2500円、ワンドリンク別で、11時半オープンの12時スタート。あ、そうなんだ。っております。配信もございます。配信もあるんですか。こちら1500円で。あ、この時期にお優しい配信までしてくれるんですね、はい、そうなんですよ、時代に備わってね。え、初ライブなんですよね。初ライブなんですよ。意気込みとかあるんですか。あ、意気込み、ぶちかますぜ。らしいです。今全力で頑張ってるんで、本当にそう、マジで、マジで頑張ってるんで。頑張ってます。マジで頑張ってるんで本当に頑張ってるんで、マジで全力でぶちかまします。踊れる人ってすごいと思う。ありがとう。多分ここの中で踊れる人すごいと思うで、ありがとうって言うの多分あかねだけ二人ともダンス練習頑張ろう。はい、頑張ろう。いつも結婚式余興で泣いてます。なんか次の番組の話をするとしたら、うん、森道さんがずっとそこでシャドウやってるんですよ、ボクシングの。なんで、タイカさんはギター弾いてて、ほうほう、森道さんがシャドウやってるんですよ。シャドウボクシング。そう、なんでなんか格闘技参戦するのかな。ドゥン、ギター森道参戦分かる人には分かる人だ。ここで変な噂立ってたからね処理しないといけなくなる。あ、かわいそうに、はい、ごめん、煽っちゃった。じゃあ1分を切りました。はい、ということでね、うん、最後に一言だけちょっと言わせてほしい、はい、カップボーイさんまだ聞いてるかな。俺クリスチャンじゃないよ。え、そうなの。トートメあるから。あ、そうだ、この人トートメあるわ。ということで、はい、ということで、じゃあ、気になってたようなのでちょっと一言だけ一人にメッセージ送りました。あ、なるほど、そういうことか、はい、ということで、じゃあ、35mm と APS-C というか、なんか格闘家改め、ヒイラギアカネによる女体化のすすめ、お送りしたのはヒイラギアカネと、はい、オクマニアのアミギット、ごめんなさい。あ、歌と、と、はい、ミキサーのキャンノンでした。はい、来週は多分、ゆうたむろうさんもいると思うから、皆様ぜひとも来週も聞いてください。そうだよ、2年目の最初はみんなで3人揃ってやろうよ。みんなでやりたい、3人揃ってやりたいから、ね、来てね。ちゃんと来てよ。バイバイ、ね。お疲れ様でーす。ごめんなさい。全然大丈夫よ。これぐらい。私のミスです。ちなみにまだ全然動画を撮ってるからね。まだキャストは続いてるよ。あ、そうなの。あ、もう終わるよ。はーい。おつキャメラ。動画の皆さん、皆さんどうもありがとうございました。バイバーイ。